上手から、あ、その上手がいきましょう。そうですね、ではつば九郎ドーラ、今年デビュー20周年となりましたけれども、DVD も発売しまして、今日このようなイベントも開催できてますけれども、今の心境はズバリいかがでしょうか。ありがとうございます。2014年、デビュー20周年となる今年1年振り返ってみて、一体どういう一体どういう1年だったでしょうか。だから怪我という、まさに怪我に象徴された1年だったそれから2年連続最下位という、ちょっと悲しいお答えではありますが、ありがとうございます。では、間もなく来週にはクリスマスが迫ってきてますが、クリスマスのご予定などはお二人はありますでしょうか。寂しいですね。もうクリスマスまで働かれるという形です。お疲れ様です。来週はクリスマスですけど、女性を喜ばせるデートプラン勝負だと、どんなデートプランを立ててくれるか教えてください。ぜひ皆さんに撮っていただきたいですね。ちょっとフリップを皆さん向けにぜひお願いします。お互いの好きなところ、嫌いなところを一つずつ教えてください。まさに先ほどの素晴らしい息の合ったコンビネーションでしょうか。最高のコンビネーションと言ってもいいかもしれないですね。よろしいでしょうか。